はい、どうも、カレンでございます。本日はですね、火曜日ということで、こちらのヤンマーの47号についてね、話したいと思います。はい、そして、毎度おなじみの今週号のベスト3を発表させていただきます。はい、まずはですね、今週号の第3位はですね、7人のシェイクスピアでございます。まあ今週号で言うと確かにちょっとね、細かいところまで全部説明するとちょっと難しいというか分かりにくい部分は確かにあるかもしれないんですけども、最後のページの、この子のセリフで分かるとは思うんです。最後のコマのね、この屋敷の人たち何なんっていうところが、確かにそう言われてみればこの人らのこの知識量というかここら辺もマニアックって言った方がいいんかな、まあそういった部分のね、凄みがねめちゃくちゃ増してると思うんですよね。それまでずっと読んでるともうあっけに取られるっていうか、もうね、そこを理解するのは確かに難しいっていうのはあるんですけども、最後のこのキャラが言ったようにここの屋敷の人たちちょっと尋常じゃない、普通じゃないって言われてみれば、あマッチ確かにそうやな。その一言だけでもね、今回のキャラクターたちがめちゃくちゃ立ってたんじゃないかなと思うんですよね。もちろんシェイクスピア以外の人たちも含めてですよね。一定の人物にはもしかしたらね、凄さは分かってるかもしれないんですけども、ここで、才能を持て余すのはもったいないっていうところが本当に今週後ね、めちゃくちゃ伝わってきたかなと思ってね、もうそれはね最後のこの子の説明っていうかこの子のね、リアクションでね全部伝わるところだと思うんですけども、まあ細かいところは置いといてとりあえずね、こういった部分がね僕的にはね、なるほどなと思えた部分が本当にね良かったんじゃないかなと思ってね、この才能がいつ、開花するのか、いや開花はしてるけどいつ広まるのかっていうところが今後めちゃくちゃ気になるところだと思うんでね、今週の第3位は7人のシェイクスピアにさせていただきました。はい、そして、今週号の第2位はですねセブンスターメンソールでございます。今週号が何かしら特別ってわけではないんですけども、まあいつも通りのめちゃくちゃさ加減、そして今週号でようやくね、リトル香港編が終わるということで、まあ終わり方としてはねセブンスターらしくね、はい、もう何も収集つかずに終わっちゃいましたみたいなね、この終着点がね僕的にはね好きですね。これがね理屈じゃねえってのは分かってたんですけども、もう強さという部分でもやっぱ規格外じゃないですかね、ミフネにしてもカデリにしても、まあそういった部分がねシリーズを通して見れたってところも面白かったし、それが最後までずっと続いてるトーンダウンしせずにね、もう、まあ、なんだ最後は結局これは何のために行ったんだってもう突っ込みたくなる部分満載だったけど、まあそれはそれでもともかくね、まあ終わり良ければ全てよしっていうところがもしかしたら一番似合うような形でね終わったんじゃないかなと思ってね、別にね、人倒すのにね、銃でね 100発100中っていうだけでもね、それでもまあ迫力が伝わるっていうところはね正直面白いポイントだったとは思うんで、そのキャラの強さとか伝わる部分ではね僕的にはね全然ね構わないというか、それはそれでね面白さが伝わるのであれば全然いいんじゃないかなと思うんですけどね。今週号は今週号で何かしら目立ってたってわけではないんですけど、まあ強いて言うならばね国会でリトル香港編が終わって、まあ次どうなるんやろうなっていう、まあ終わるかどうかも分かんないですけども、このまま収拾つかずはい次に行くのかっていう流れで なるのか、何かしらね、なんかまたルールつけて、どういう風になんかねどうなっていくのかっていうところがね、いろいろ気になってくるのかなっていうところもねちょっと目的にはね、面白いポイントだったかなと思ってね、まあ終わり方も終わり方で良かったとは思うんですけども、まあ途中から気になってた方も多かったとは思うんですが、やっぱりめちゃくちゃやな本当にね、めちゃくちゃ暴れまくるっていうところはねセブンスターらしさ満載だったと思うね。特にこのリクトル香港編はね、まあ、前と比べたら感動とかそういった部分は一切なかったですけど、まあでもね、いつものねセブンスターのパターンにはハマってたかなと思ってね、僕的にはねそれが大好きなので、まあ満足度は本当に高かったかなと思ってね、まあ来週、まあ来週はないですけども再来週ぐらいにねどうなることやらってところも気になるところでありますしね、今週号の第2位はですねセブンスターメンソールにさせていただきました。はい、はい、そして今週号ヤンマガの47号の第1位はですねグラシュロスでございます。これはねもう全てを通して、今週号のグラシュロスはもうめちゃくちゃ分かりやすいテーマだったんじゃないですかね。もう先週の終わりぐらいからなんとなくね、お悪どうしたんやまさかって思ったけど、それは予想通り今週ハマったのはいいですけどね、まあ、予想通りだったのはともかく
その予想外のこの能力っていうところがもう面白すぎますね。もしかしたら初めてこの主人公がこんなに目立ったのはね、見れたところはね、多分昔思い浮かべても全然出てこなかっただけに、今回のこのアクーのね、活躍というか、活躍って言っていいんかな、この暴れようっていうのはすごすぎますね。本当にね、これだけね、主人公だけに焦点向けて、なおかつこのキャラをこんだけ目立たせたってところはね、すごすぎますね、これはね。本当にね、まあ凄みが一番伝わるってところだと思うんですよね、今週号だけでもね、まあなんか、まあ確かにね、これがね、理性を失ってるって言っちゃ確かにそうかもしれないんですけども、でもやっぱりね、主人公が秘めた力を持ってるっていうのが、なんか今まではそんなに見れてなかったっていうか、この主人公結局何がすごいんかなって全然わかんなかったんやけど、グラシロス史上初めて今週号でこんなにすごいところが見れたっていうのはね、まあもうここまでずっと温めていたっていうところなんですかね。もう今週号で一気に持ち上げようって、そういった流れだったとしたら、これで考えて構想があったとしたら、なあ、僕的にはね、今週号こんだけすごいんかって、初めて見れただけでもね、ここまでね、すげえな、この凄みが増してるのはさ、すがやなってところだったと思うんですよね。今週は本当にね、分かりやすいテーマだったっていうか、もうね、悪大活躍の回みたいな感じなんですけども、それだけに尽きるかもしんないんですけども、でもね、本当にね、今週号ようやくっていうかね、初めてね、こんだけね、大暴れするところが見えて、まあなんか不思議とね、スッキリした部分もあるんですけども、まあ来週以降ももちろん気になるところだと思うし、この能力が、開花したのか、果たしてそれともね、自然に起こってしまったのか、それがね、来週以降気になるところだと思うんでね、そう考えるとね、まあ今週号だけ見てもここはもうすごすぎるってところでね、モンクラッシュ第1話ですね、グラッシュロスにさせていただきました。はい、そして今週号のラインナップはこういう風になっております。いやー、まあでも今週号はね、僕的にはね、そんなに迷う部分もなかったとは言えますけども、まあやっぱり毎週ヤンマガがね、一番競るというか競争率激しいかなって正直ね、自分的には思ってますし、まあ毎週毎週ね、一つの作品によって面白さが変わるっていうのは当たり前なんでね、まあここで改めて言わせていただきますと、まあ新連載は新連載で面白かったらそれでいいとも思いますし、古くから出てる作品がまあ新シリーズとか途中とは全然それもね関係なくね、まあ今週も面白かったらこれにしようっていうスタイルはまあ変わらずにはいるんでね、僕の好き嫌いも作品によってはあるかもしれないんですけども、まあ毎週毎週ね、面白い作品変わっていくってところもね、やっぱり雑誌のいいところだと思うんでね、まあ今週号も含めて、来週もね、どんどんね、面白い作品が出てきてほしいかなと思っております。はい、本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録と Twitter のフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。